ありがちズーム。梅雨にありがちなこと。関東地方は今日から梅雨入りとなり。今日から梅雨入りか。雨が多いと外歩くとき憂鬱なんだよな。おはよう。はい、おはよう。おお、今日の頭なんかすごいぞ。どうした？何？どうしたって、お前髪の毛。ああ、そうか。梅雨入りしたから髪の毛がうねっちまうのか。なんか目あったら石にされそうなんだけど。梅雨で髪がうねってメデューサみたいになりがち。梅雨の時の電車って暑いし、ジメジメするんだよな。電車乗ってるだけなのに、なんでこんなに体力を奪われるの？いたい！あ、すみません。なにこんにゃろ、こっちとらただでさえきつい中で何物理攻撃してくれてんだこれ。傘当たらんように気をつけるなんて常識だろうかこれ。電車で他人が持ってる傘の先が足に刺さってしまいがち。今日も仕事疲れた。なんかくせえぞ。なんだ？あ、今朝部屋に干した洗濯物だ。犯人はこれか。梅雨だと外に干せないから部屋干しになるけど、湿気のせいで生乾きになって臭くなるんだよな。これどうにかなんねえかな。部屋干しした服が生乾きになって異様な匂いを放つようになりがち。はあ、お腹すいたな。ああ、この間買ったパンあるけど食べる？お、あの美味しいやつね。食べる食べる。よし、ならば確かこの辺に。あ、ごめん、カビてるわ。なんだ。カビてら。食べる口になってしまったのに、おい、この食欲どうしてくれんだこら。常温保存はカビへの温床へとなってしまいがち。もういつになったら晴れるの？雨のせいでできないこと多いんですけど、すんごい縛られるんですけど。いやでも本当にいつまでなんだろうな。週間天気予報を見てみよっと。晴れてほしいな。おい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 、今週ずっと雨だし梅雨まだ明けねえじゃねえかよ。あー、腹立つ。もう勘弁して。週間天気予報のずっと雨の予報を見て腹が立ちがち。おはようございます。あ、おはようございます。あれ、髪型いつもと違うじゃん。いつもはマッシュみたいな感じじゃなかったっけ？あー、俺いつもアイロンで整えてるんですけど、梅雨は天然パーマが爆発しちゃってこうなっちゃうんですよ。そうなんだ。っていうか月9俳優みたいで意外とかっこいいぞ。意外と似合ってる。え、マジっすか？あざーす。梅雨でうねって天然パーマがいい感じにかっこよく決まりがち。たっだいまー。あー疲れた。あれ、家の電気がついてない？こっち。おいおいおい、どうしたんだよ。何があったんだよ。梅雨で低気圧で頭が痛くて。あ、なるほど、頭痛か。ちょっと薬用意するから頑張って起きて。はい、お願いします。申し訳ない。梅雨の低気圧によって偏頭痛が襲ってきがち。これ辛いよね。どんだけ雨が降ってても会社には行かないといけないんだよね。なんか今日顔パンパンなんですけど。なんでなんでなんで。なぜだか梅雨のせいで体がむくんでいがち。おお、今日晴れてるじゃん。やっと梅雨明けしたのかな。よーし、遊びに行く予定とかいろいろ立てないとな。数時間後。あれれ、俺さっき実は寝てて夢でも見てたのかな。なんでだ、さっきはこんな天気じゃなかったんだけどな。なんでなんだよ。なんだったんだよさっきの晴れは。晴れたと思ったら数時間後に雨が降ってきがち。あるあるだわ。ちょっと誰？電車の中にめっちゃ臭いやついるんだけど。勘弁してよ、この匂いマジでやばい。おいおい、誰か臭いぞ。マジで臭い。早く降りてくんないかな。マジきついんですけど。電車の中がとんでもない匂いで充満しがち。あー、家の中ジメジメすんな。体ベタベタするぜ。全然汗乾かねえし。っていうか、なんか壁とか床もベタベタしてる気がする。エアコンで除湿でもするか。あばわわわわ、ダメだダメだ、寒いわ。でも湿気も気になるし、調整が難しいな。部屋を除湿したくても地味に寒くて調整が難しくなりがち。ああ、
ん、今日もどうせ雨なんだろうな。ほーら見たことか、やっぱり雨。え、これは夢なのかしら。え、マジ？めっちゃ晴れとるやんけ。あっ、なんだって。おお、快晴やないかい。最高。ああ、今のうちに買い物に行っておかないと。リストリスト。お、そうだな、食べ物の確保優先だ。晴れた日に急いで買い物に行きがち。あと洗濯物もしないとね。うん。はあ、また梅雨復活かーったくも。昨日晴れたから、もしかして今日も晴れかなーって期待してたのに。まあ期待を裏切ってくれますわね。うん。うん、うおー、めっちゃミミズいる。きっしょい、きっしょい。雨降るとなんかミミズいっぱいいるよなー、もう。多分土が水吸って苦しいから出てくるんだろうな。地面にミミズが大量に発生していがち。そして次晴れた日に干からびていがちだよね。あ、今日友達とご飯の約束してたんだった。あ、危ない危ない、忘れてた。外は晴れではないけど、ずっと行きたかったし、まあいっか。よーし、化粧も完璧。んじゃ、行ってきまーす。あー、行ってらっしゃい。数時間後、ただいまー。おっかりーて、うん、あれ、泣いた？なんか嫌なことでもあったのか？なんで？あ、いや、だって目元が。え？しっかり化粧で決めたのに、湿気でよれていがち。ちょっと近所のコンビニでコーヒーでも買ってくか。いいね、私もなんかコンビニスイーツ食べたい。車の中暑いな、エアコンつけるか。え、ちょっと待って、エアコンつけた瞬間臭いんだけど。全部梅雨のせいだ、臭。車のエアコンが意味のわからない匂いを放ちがち。うわ、どうした？梅雨の真っ只中に生理になっちまったんだよ。お腹は痛いし、体は重いし、足も顔もむくむし、もう最悪。イライラする。うわ、これはやばい。梅雨と生理の相性は最悪だ。今はあんまり触れないようにしてる方がいいかもしれないな。とりあえずサポートはしておこう。うん。梅雨の真っ只中に生理になると機嫌が恐ろしく悪くなりがち。今日も仕事疲れた。あ、彼氏から LINE だ。なんだろう。今日朝晴れてたけど今降ってるよ。傘持ってる？マジか。じゃあちょっともったいないけど駅のコンビニで買っていこうと。数分後。ぬーい、こら晴れとるやないかい。雨が降っていると聞いて傘を買うと、なぜか晴れてきがち。おい、やばい、やばい、ないぞ、ない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 。ちょっと、そんな格好で何してんの？いや、俺の下着が一枚もないんだよ。それはきっと洗濯物を洗ってないからですかね。ずっと梅雨だし。そんな、じゃあ次の洗濯まで俺はノーパン生活かよ、こんちくしょう。洗濯ができなくて身につける下着がなくなりがち。ランドリー使えば、ランドリー。明日から梅雨が明ける模様です。よっしゃ、待ちに待った、明日から梅雨明けだ。よっしゃ。私、梅雨明けと昨日聞いたんですが。私も昨日確かに梅雨明けと聞きました。はい。どこがやねん。梅雨明けのはずなのにまだ雨が降りがち。皆さん、今年の梅雨も大変なことあるかと思いますが、頑張って乗り越えていきましょう。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。